どうも、虹色ライダーでございます。虹色温泉始まりました。ひっそりと今回はゲスト群青豊さんを、お招きして喋りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 、今回はナルトです。ナルト来ましたね。もう超名作ですね。いやもうジャンプ界でも必ずはトップ10には入るんじゃないですか。ああ入りますね、名作全72巻、そして今ボルトも続いておりますが、まあナルトは面白いっていう話をね、まあ永遠と語れますけれども、今回はちょっと趣向を変えて、好きな戦闘トップ3をお互い発表しようじゃないかと。まあナルトといえばやっぱ戦いなんですよ。いや多いですね、戦闘シーンがやっぱ結構頭使うし、面白かったなっていう印象はすごいあるんですよね。だからそれにちょっと限定して喋、りたいと思いますけれども、まずですね、僕ら今ホワイトボードでお互い書いたんですよね、それをちょっと見比べましょう。はい、こんな感じです。多分3位が被ってる。はい、だよね。3位ちなみに僕はナルトサスケ VS ハクの戦いなんですけど、ザブザだから群青さんは第4班 VS ザブザハクじゃないですか、僕はちょっとそこから限定しちゃったんですよね。ハクと戦った時あったでしょ。ナルトサスケだけで、ちょっとそこだけにしちゃったんですよ。なるほど。これ全体でしょ。そういうことっすね、そっか。でもその気持ちはすごいわかる。この辺、この辺りがもうナルト超面白いでしょ、って思った3巻だよね。3巻4巻だよね、戦闘のあれですね、なんかそのパワーバランスが非常に分からなくて、その中二試験をみんな受けて、もうみんな強いじゃないですか、で上忍とか中忍とかいっぱいいますけど、いやあなたたちよりこの絶対強いよねみんな。このあのなんとか生でしたっけ、ナルトたちの、なんだっけね、忘れましたけど、まあとにかく落ちこぼれのナルトとか言ってますけど、あんた全然落ちこぼれじゃないじゃないって、強いよあんたみたいな。まあそういうのかな、いやまあやっぱザブザの戦い、まあみんなで戦うカカシも入れてね、いやここはやっぱ 名シーンよね、全て。そうですね、いや気もすごい気持ちはわかる。あ忍者の戦闘って面白いんだなと思いましたし、またこれなんか S 級妖怪みたいな感じなんですよね。何でしたっけ S 級妖怪、有役所、ザブザ、何でしたっけ。ザブザはなんかすごい互角人なんですよね、あれ何でしたっけ、なんだっけ、なんかどういう言い方、A 班だったっけ、なんか忘れたけど、そう、あ任務のレベルだよ、ランクがもう A どころじゃない、 S がみたいな、そうだそうだ、 S だった、マジっすかみたいな、ここでこの戦い期待いない序盤でみたいな、どうすんのって言っていろいろなんかいろんな良さが出て、これ面白い漫画だと結構そこでこれ見ようって思ったんですよね。だからやっぱインパクトが強い、だから第3位に、なるほどね。いや僕やっぱこう、僕はちょっと限定しちゃったんですよね、そこでナルトサスケ VS ハクって、これってもしかしてあれですか、あのシーンですか。あのシーンです。あのシーンですっていうか、もう関数で言うと3巻の一番最後、あれもう鳥肌立ったもん。サスケがかばうんだよね。かばうんですね。そう、かばって死ぬんだよね、まあ仮死状態になるんだけど、要はすごい仲悪かった2人なのにかばっちゃうんだよ、ナルトのことを。じゃあ体が動いちまったんだからしょうがねえだろうって言って瀕死のサスケが言うんだよね。それでまあ冷酷な、まあ冷酷っていうか、ハクは別に冷酷な人じゃないんだけど、まあ任務のために仕方なくやったっていうことで、したらナルトが切れて殺してやるっていうね。あそこ9尾になるんでしたっけ、あそこで一瞬なる、あ若干なるのさ、だからめっちゃ強くなるナルト、そこで一瞬ね、そこもでハクが全く叶わなくなっちゃ う, うん、かっこいいシーンです。そう、来たって、なるほどそういうことかって、主人公をこういうから覚醒させて、いやこの作者さすがだな、思いましたね。そこはね、すごい良かったよ、本当に。そして第2位、はい、群青さんがイタチ VS カカシ、いやもうここですね、まあ好きなんですよ、このシャリンガン対決がもうたまらないですよね。このうおって、いやえってこれでどう、ってなんか読み返したくなるんですよね、思わず、どうなってこうなって、ああ
て最後まで、まあ、こうだよなみたいな、ちょっとハテナみたいな、いやーレンガもマニアックな戦いすぎて、なんかこう普通の打撃系って僕結構見慣れてるんですよ、いろんな、はいはいはい、なんていうんですか、まあドラゴンボールをはじめ、うんうん、そういうのって見慣れてるんで、もうただなんかこの車輪ガンのやり取りはもう斬新でしたね僕の中で、へえー、って。そしてその上があるんだ万華鏡、うんうんうん、車輪ガンみたいな、うわーかっけーみたいな、なるほど、そうすごい残酷な技ですけど、うん、まあそこですね、まあ、第2位ということで、僕は第2位これですね、リー VS ガーラ、これわかるな、これは中忍試験のね、まあ、これ言われたらわかりますね、うん、なるほど、いやリーがね、うん、ここで一気に好きになるのね、はい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 買い物ですね、そう買い物、ああはい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 、確かにただのゲジマユでしたもんね、そうそうそう、ゲジマユで、でしかもその重りをつけた修行をしてたから、うん、はいはい、あのガイ先生が外していいぞってしたら、うん、みんながそんな古臭い古典的な修行しやがってっつったら、うん、ドゴーンってなるよね、そうそうそうしたらカカシがやりすぎでしょうかみたいないやそれ一気にかっこいいですから、もうめちゃくちゃ速くなるし、そっからね、うん、裏裏レンゲ、八裏レンゲだよね、裏レンゲやっちゃうんですよね、うんと、そこで。で、五門まで開けるみたいな。いや天才じゃないか、あの子は、みたいな。もうほんと、そう。なるほど、こうやって、うわーって。やばいな、みんなかっけえな、みたいな。いや、ほんとね。だから、リーは努力の天才なんだよね。だから、その、リーの努力のこう回想シーンとかもあって、うんうん、要は忍術が使えないから、うんうん、そこで誰よりも努力をするっていう、すごい泣けるんですよ、リーのね、うんうん、この感じが。でそれをこう、まあ、我が子のようにね、うん、あのまあ、弟子だけどそのガイがさ、うん、あのリーを見守るっていうか、うん、で結局リーはガーラに勝てないんだよね、うんうん、めっちゃいいとこまで行くんだけど、ね、最後惜しいっていうか、まあ、ひょうたんが砂でガードしてくれちゃったから、うん、ガーラはそれでなんとか生き延びられるっていう、うん、でガーラの攻撃が来た時にガイが助けるんだよね、うん、そこがねすごい俺の中で印象的で、いや、ね、泣ける戦い、うん、この二人何なんだと思ってたら、そういや、こうなるほど、ここはねこの絆があったんだっていう、ここなんですよ、いや、やっぱりこう、まああの二人お笑いもありますけど、うんうん、うん、やっぱ締めるとこは締めるっていう感じでしたね、ですね、かっこいい、うん、そんなガーラの戦いは僕2位なんですけど、軍長、ね、さん1位がナルト VS ガーラ、いやーガーラ好きなんですよね、あーガーラかっこいいよね、いやそうですね、うん、そのなんていうんですか、 この戦い泣いてますね僕、おお、ナルトの優しさ、うんうんうん、なんか衝撃を受けて、いやなんだよって、でガーラがちょっと気持ちが変わるみたいな、うん、あれだけ冷徹な、まあね、男がこんな変わるんかいみたいな、まあ裏切りがあったからね、小さい頃に人を信じられなくなるからね、うん、なんか戦闘もなんかすごいなんかドキドキ感があって、うんうん、わーって一発でもしかして死んじゃうみたいな、うん、そういうのもあり、あとこれあれですよね、ガーラ戦はちょっと待ってください。でっかくなったりしましたっけ？口寄せの術とか、ね、使ったりして、そうそうそう、そうそう、そういうシーンとかも出てきて、こう激しい感じで、そうだね、すごい、お、うん、なんか、まあ、ガンダム系になってったって、そうだね、ヘビとカエルがね、うん、はーってなるほどって、こうやってこれこういうのも面白いなみたいな、うん、もう衝撃的ですね、いやもうどれもいいんですよ、 やっぱナルトは本当ね、戦闘が素晴らしい、素晴らしい、そう、もうよくこう、考えてる人が半端なく、半端ないね、ね、頭いいな、IQ220 あるんじゃないかほーってこう来てこう来てって、うん、とてもじゃないですけど、うん、あれは考えられないですもんね、いやそうだね、納得がいくしね、うん、うん、ですよ、1位ナルトバースガーラで、僕がですね、はい、ここはちょっと変わって、うん、シカマルバーサスタユヤ、ちょっと待ってください。タユヤって、あのサスケがさらわれて、はい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 、一緒にいたやつらいるでしょ。あの爆弾落とすやつとかいるやつですか？あの鳥鳥こう吹いて、
うん、鳥が実は爆弾なんですよ。あ、それ違うわ。それ違う。うん。ちょっと待ってください。あれだ。あ、双子がいたり、あと、なんだっけ。はいはい。かぐや族の生き残りみたいなのいたでしょ。骨をこう、使うやつとか。わかりました。その時ってサスケもう、もうあっち行ってる。ふんどしみたいなの、ふんどしじゃなくて、紫のなんか、そうそうそう。あ、紫のなんか。もう結構な。みんなこう後半ですね。そうそう、後半の方っちゃ後半なんだけど、はい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 、牙とかも戦うけど、まあ、ギリギリ勝つでしょ。みんな。うんうん、はいはいはい。で、鹿丸は、この、うん、こいつ、笛吹き、ほう。音階があって、いましたね、笛でこう、なんか、ね、扱う、うんうん。はい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 。それと鹿丸が、戦闘力的には圧倒的に不利なのよ。成東側のチーム。はいはいはい。みんな強いから。でも、俺やっぱ、頭脳対決好きで、うんうんうん、鹿丸のこの頭の良さ。将棋のこう詰将棋を やる感じ、うん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 、あれがもうすごい痺れるんだよね。いや確かに。わざとこう区内を、うん、わざとなんか間違って刺しちゃったみたいなやつが、うん、それは実は相手がそれを取るために、うんうんうん、あえてそこの木に刺してて、それはもう笛、俺の武器は笛だって言ったことで、うんうん、あ、それ以外の武器はないんだなって分かって、うんうんうん、わざとそこにそれを取るって思ったから、うん、案の定敵はそれを取ってさ、近づいてくるでしょ、うんうんうん、そこで影縛りさ、クーッつって。もうやべえな、この戦いっていうぐらいもう。素晴らしいですね。この戦いは一番好きだったね。いや、もう本当に。鹿丸に関してはあれですね、中2一人だけ合格したじゃないですか。うん、そう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 。あれもいいんですけど、もう、いや、中2と言わず上2。上2。うん。行っちゃってもよかったですね。いや、ほんとね。あそこで。もう異例の2階級みたいな。上がっちゃったみたいな。ねいや、それぐらい向いてますよね。うん、頭が良すぎるっていう。本当に。で、本人はやる気ないでしょ、ね、まあ、そのギャップがまた素晴らしいんだけど。いや、いいっすね。そう。しかもなんだっけ、鹿丸の先生はさ、かかしじゃなくて、アスカ先生だった。ああ、はいはいで。将棋で一度も勝ったことないんだよね。鹿丸に、確か。そうっすわ。うん。あ、アスマか。アスマ先生。アスマ先生。うん、そうちょっとイタチのところで、ね、カカシとちょっと戦ってるの。イタチにやられるんだっけな、うん、イタチか誰かにやられる、ね、なんか、もう一人なんか、あ、キサメでしたっけ、うん、なんかサメみたいなやつ。あいつにやられちゃう。あれ、常人、そんなんでもないな、みたいな。そう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 。そんな、もっと頑張れよみたいな。うんうんうんまあ、それがあの漫画のいいとこなんですかね。ルーキーたちが活躍する。うん、そうだね。漫画なのかな。うん。ほんと、まあ、成長していく物語も。そうだね。感じますね。ほんと。このシーン、いや、難しいんですよね。結構いいシーンが。そうそう。だから、ほんと飽きが来ないっていうか、最後の最後まで良かったし。いや、そうですね、うん。若干この、パワーバランスっていうか、うんナルトとかも強くなりすぎて、うんうんうん、こうドラゴンボールでこうスーパーサイジじゃないと太刀打ちできない状態になるじゃないですか、はい、まあそれはちょっとまあ否めないのかなっていう、うん、そういう風にはなってしまったけども最後の戦いとかね、そうですね、うん、誰もついていけなくなっちゃうでしょ。なんか僕のイメージではその敵が案外理由がなんかしっかりしてて、うん、ああこうオービトとか、うん、オロチマラはちょっと言っちゃってましたけど、うん、まあでも結構それなりにうん、ただもう納得いかないのが、いや本当はサスケナルトって多分視聴者の方も思ってるじゃないですか、はいはい、僕なんかサスケうんってこうだからもう第4版って書いてますけどねいやーってなんかもちろん前半は良かったんですけど、うん、オロチマルにさらわれたあたりから、うん、んってでそのウチハの復讐だみたいな、うんかなみたいな。もう気づいてる感じもするじゃないですか。うん、でももう今更弾けないみたいな。いやし、もう弾けるよみたいな。もうって、うんうんうん。で、ここまでもうみんなナルトとかももうすごい優しいじゃないですか。うん、もうそこまでしてるからもう早く戻ってあげてって。うん、もうラストのラストまで。そうだね。なんだかんだで最後まで引っ張ってるね。サスケは不器用だね。そうさ、うん、でもうむしろ泣いてくれと思ったんですよね。ああ。ナルトすまねえみたいな。うんうんうん。ただこうなんかこうプライド高いままで行っちゃったんで。うんうん。みたいな。でもボルト見て、
スッとしたんですよね。ほう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 。よかったって。サスケもなんか、まあ全部は見てないんですけど、うん、あ、いいでしょって、こういうなんか落ち着いた役になったな、みたいな。うん、その内派の話からしたらもう、かなりそれますけどね。うんうん、この、あれからそれますけど、内派の。苛立ってしょうがないですもん。イタチとサスケの、イタチが全絶滅させるとかも。はいはいはい、あそこはね。うん、いや、なかなかまあ、難しい、まあ、なんだろうな、うん、こう、部外者がどうのこうの言うようなことでもないのかもしれないけどね、うん、あそこはこう、ちょっと、身内の、なんか、ドロッとしたものというか、うんうん、まあ、めんどくさいものが、こう、背景にあるよね。いや、そうですね。うん、いや、でも、そもそも、まあ、弱い、イタチが弱いならまだしも、はいはい、結構強いじゃないですか。うん、かなりね。戦えよって思うんですよ、ね。ああ。だから、まあ、あれ、単純に、現代に、合わせると、うん、仕事と家族で家族を、うん、仕事を取って家族を滅ぼしたみたいな内容じゃないですか。僕はそう受け止めてるんですよ。おいって。いや、家族守って、守れなくてイタチが死ぬんならいいんじゃないかなと思ったんですよね。もうそこはしょうがないって。うん、この。まあね、あそこはまあなかなか難しいね。まあ、サスケを守りたかったっていうのもあるんだけどね。まあ、なんかそうなってくると、いやーって、で、結局、サスケが、一緒に、出かけるっていうか、消えるならいいんですけど。うん。うん、ほっといても、サスケも理解してないから、結局、復讐してやる、この、うん。うん、みたいな。うん、って、復讐するのに、あんた、いつまでこの場にいんのみたいな。あれ、ダメなんですか？なんか、風とかいけないんですか？木の葉、なんか、雲隠れとかですか、うんうんうん、なんかいろいろあるじゃないですか。他の国ね。うん、いけないんですかね。いや、どうなんだろうね。あれぐらいなんか、もうスピードと体力あれば、うんうん、いけるでしょうとか思う。まあ、そういうとこですよ、僕は。対戦とかは、まあ、こう、すごい素晴らしいと思うんですけど。うんうんうん、こと細かいのが、ね、わーって。そっかそっか。そうなんです。なるほどなるほど。あんまり、うん、ストレスは、うん、漫画であんま感じないんですけど、結構思うんですよね、なると。いや、もちろん泣いてるもするシーンもあるんですけども、うんうんうん、悔しい。なるほど。とこの僕がこういじったら、僕が権力があったら、すごい、はっきり言いますよ、この料理まずいって。本当に話それましたけど。いやいや、全然全然。まあまあ、そういう感じでね、好きな、戦闘、トップ3お互い語りましたんで、まあ、今回はこんな感じで、まあ、他にもいろんなキャラの話とかしてもいいんですけれども、まあ、長くなるんで、この辺で終わろうかなと思います。もう2時間ぐらいいっちゃいますね。ね、いっちゃうね。とにかく、おすすめです。ナルトを読んでない方、はい、全72巻ですが、外伝も含めもう1巻か73巻、ありますけれども、あっという間に読めると思いますので、ぜひ読んでみてください。はい。以上で日常音声終わりたいと思います。群青さん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。さよなら。またお会いしましょう。オッケー。